宮島口フェリー乗り場は、広島県八日市市宮島口にある、JR 西日本宮島フェリー及び宮島松大駅線の経流施設である。JR 西日本宮島フェリー、宮島松大駅線ともに、宮島三橋との間に、定期航路が設定されている。広島県の実業家早速活動により、鉄道駅開業の同日の1897年9月25日に、 三橋が設置された。所有者が幾度か変わった後1903年3月に山陽鉄道の航路になった。1906年12月1日の国有化。1987年4月1日の分割民営化。そして2009年4月1日の連絡船会社の分社化を経て現在に至っている。JR 西日本フェリーは下船時に 宮島三橋で改札を行うため、切符売り場はあるが、改札口はない。宮島松大樹線は、乗車時に改札を行うため、切符売り場のほか改札口が設けられている。JR 西日本宮島フェリー、宮島松大樹線ともに、パスピート交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応する10種類の交通系 IC カードが利用できる。 なお両ともに販売はしておらず、最寄りの発売箇所は、広電宮、島口駅となる。旅客ターミナル、三橋ともに、JR 西日本宮島フェリーと、宮島松大汽船が共同で使用し、両社の乗り場が隣り合う。三橋は、陸地と4本のブリッジで結ばれ、外側2本が自動車、内側2本が旅客の乗降に使われる。 JR 西日本宮島フェリーが南側2本、宮島松大汽船が北側2本を使用する。旅客ターミナル北側に、広電宮島ガーデンが運営する、商業施設、エッドが隣接する。2014年8月から10月にかけて、順次仮設三橋に移転、2016年12月5日に新三橋の共用が開始されるまで使用された。 旅客ターミナルは2020年2月29日に新旅客ターミナルの供用が開始されるまで従前のものが使用された。旅客ターミナルは JR 西日本宮島フェリーが南側、宮島松大気線が北側に別々に設置しており、桟橋は JR 西日本宮島フェリー用が一つ、宮島松大気線用が二つの計三つあった。周辺は 五福島への玄関口として、土産物店や、名物の穴込めしや、柿小屋などが並ぶ。一方で、桟橋周辺には、大型の広告看板が乱立し、2012年に策定された2日市市景観計画の中では、国際的な観光地、宮島の玄関口としては、必ずしもふさわしくない色彩や、規模の建築物や、 屋外広告物が見られると警官の阻害が指摘されている。JR 宮島口駅との間には国道2号があるが、車両、歩行者ともに通行量が多いこともあり、地下横断歩道を設けて平面横断禁止としている。正月の初詣 GW、お盆、宮島水中花火大会、紅葉などの行楽シーズンは周辺道路が大変な混雑となる。 国道2号から三橋までの道路は、広島県道43号五福島公園線の一部で、ある。三橋前のロータリーは天皇坂月全国、都道府県対抗男子駅伝競争大会の3区、中継点となっており、放送などで、しゃもじコーナー、しゃもじロータリーの名前で呼ばれる。広島電鉄宮島線の広電宮。 島口駅はこのロータリー沿いにあり、JR 西日本の宮島口駅よりも桟橋に近い。ありがとうございます。